おはようございます、皆さん。おはよう。今日もエアコンの音がね、鳴り響いてますよ。今日晴れたよ、今日晴れた。朝配信珍しい。そう、最近ね、朝配信頑張ってる。そうなの。ごめんね、このガチすっぴんで申し訳ない。日が早起きなんて、今日8時に起きたんですよ。でも8時に起きて配信しようと思ったんやけど、なんかあんまりにも眠たすぎて9時半に起きました。またで、キムチ鍋作って、キムチ鍋食べて今から配信しようとしております。東京も関西あ、明るいってことかな。んーな、今リーチに全部星投げたとこそうか、リーチしてたもんね。そうだそうだ、のーちゃん絶対寝てると思ったわ。って寝てないわ、ちゃんと起きてました。そうそう、徳島公園行く人いらっしゃいますか。ここの中で朝からキムチ鍋、そう、朝からキムチ鍋を作りました。イエイ。やばくないこのニキビ。ねえやだ、アイドルなのにニキビを晒すなんて。しょうさん、ラビュー、ラビュー、こんにちは。絶対寝てると思う。昨日の夜の配信で寝れませんでした。そんなマジで寝れんかった。ガチすっぴんがめちゃくちゃ可愛い。ありがとうありがとう。メイクしようかな、どうしよう、メイクしよう。朝唐揚げ、キムチ鍋、キムチ鍋。こんにちは、ジョシミーさん、こんにちは。ちずこちゃんさん、こんにちは。あしらまさん、やんだやん。ひーちゃんにとって朝配信お疲れ様です。ありがとう。朝からがっつりや、そう、朝からがっつりやよ。え、もう今日はね、キムチ鍋で生活します、一日。そう、アンピーさんずっと配信見てたみたい。ねえ、見てくれてた、ありがとうございます。すっぴんとは思い尽くした。そんな全然ですよ、本当にありがとう。もうね、ほんガチすっぴんなの。起きたまんま、前髪もねそのまんまだから申し訳ない。だからニキビが全然隠れてないけど、すいません。石井かなさん、こんにちは。 YH さん、こんにちは。夜の配信ひーちゃんのテンション、俺にも影響が今日の朝はね、そこまでテンションわーじゃないよ。アナの朝配信、朝ショールーム楽しかったよね。してらっしゃった。マッチューさん、ラビュー、かわいいのにって、ありがとう。すっぴんなの、ごめんね。かわいいんで、ありがとう。アットマーク ANDYCAT さん、ラビュー。お、キャロットさん初見でーしてちゃいます。え、ちょっとメイクでもしてみる。ちょっとこの顔やばちいやん、この顔やばちいからさ、メイクしようかな。どう思う。親方さん、こんちゃっす、こんちゃっす。マスクさん、こんにちは。りょうつん先輩ね、内緒で仲良します。え、内緒、かわいいよって、ありがとう。ぴょんぴょん。ミヤグースさん、こんにちは。STO38さん、危険救世の浜田ゆびきです、こんにちは。全然やばくないじゃん。やばいよ。ツイッター制限で、ツイート何もできません。え、何 API 制限って、それは何が起きてな、どうなるの。チュ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 。じゃあスキンケアしていきます。スピンも好きよって、ありがとう。スピンも好きだよ、嬉しい嬉しい、ありがとう。ではスキンケアしていきます。ひーちゃんの、これはね、化粧水をね、する前にする WRMK のね、トリートメントオイルなんだけど、そう、顔にこれを塗ってスキンケア始めていきます。これね、2層になってるからね、振ったらね、色がね、こうやってこう混ざるの、色が。だからこれをコットンとかにのせて塗っていきます。大和さん、こんちゃー。制限、ツイート制限って意味で、ああそうなんや。ホインパルスさん、余裕やん、ありがとう。ピンチさん、こんちゃーす。そう、未開始にしようかな。そう、ズーミーさん、ラビュー。未開始にしようか。帝国さん、ラビュー。メイクするね。朝からミューポン見てきました。あ、どうだった。イハクさん、こんにちは。ゼロさん、こんにちは。これを塗っていきます。
こんにちはフルー、こんにちはフルー。よいしょ。でこの RMK のやつをお顔に塗ります。これはね、なんだろう、乾燥肌の人にめっちゃいいのね。これ塗っていきます。でこれツルテカになるの。これクッキープリンさん、こんにちは。あ、クッキープリンさん、こんにちは。ゆういちさん、ひちゃんラビューラビュー。ユーポー配信見てたのほとんどおる。マジおるしたん、やばいね。でも私もさ、結局さ3時ぐらいまで寝れなくて3時半ぐらい寝ました。はい、こんな感じでオイリッティになりました肌が。からこれでまたコットンを含まします。めっちゃオイリッティじゃね。ツッツッツツル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 ツツ、パピープププチプチ、パピープププチプチ。皆さんツツツすっぴん強い。おー、ありがとう。全然だけどありがとうだよ。化粧水を塗っていきます。ひらがな W メンバー感じ弱いから無問題無問題。ちゅ見て見て、前髪やばない。ありがとうな。はい、こんな感じでできたので乳液塗っていきます。やばくない？めっちゃすっぴん。寝起きミューポンでした。寝起きミューポンか。今日ミューポン徳島か。頑張れミューポン。フェルナンドさん、スキミアヌルン、こんにちは。ミューラーさん、ラビュー。メイクしてる間にキムチ鍋もらうね。やばすぎ。キムチ鍋もらいに来れないよって。コナンさん、こんちゃっす。ひーちゃん、おはよう。今日もかわいい。ありがとう、カムカボーさん。3時半ってお前が起きた時間、マジかマジか。おはよう猫さん。もう私はね全然寝れませんでした。 NI さん、こんにちは。ポポさん、こんちゃす。こんちゃす、ちゃすちゃす、こんちゃす、へい、ここ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 、こんちゃす、すすす、あっはっはっは。ここにね、トゥ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 、24時でミューポン5時配信。あ、5時から配信してたんだ。そっかそっかそっか、今日公演だもんな。トゥ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 ルトゥルトゥトゥトゥル、キュニーこんちゃーす。こんちゃーす、こんちゃーす。寝れない時は公演の練習、公演の練習したら一番いいよね多分。待って待って、よいしょ。トゥ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 、カペさん、カペさん、こんちゃっす。 STO.3 期研究生の浜田ひびきです。こんにちは。安定のとことこと、そうそうそう。もうね、ついにね雨が降ってきてる。あのね、エアコンからちょっと水がポタポタ落ちてきてるんよね。タンスの上にさ、なんかもうこぼれてきてて、え、ふざけんなってふざけんなって感じ。お昼ご飯食べる配信、ん？お昼ご飯食べる配信違うな。お昼ご飯食べながら配信見てるの。トゥントゥントゥン、では下地を塗っていきます。これはね、インテグレートってやつを使ってる。ゆうきはお肌がね全然違くなるよ。ポンポポーン、ポンポコーン、ポンポンポンポーン。もらえんとね、あげんたい。いや、あげれるならあげたかよ。トゥトゥトゥ、リュウセイさん、こんにちは、こんにちは。あ、みやっち、やっほー、おはよう。いや、今日もかわいい、素敵、美人、大好きですよ、てへっありがとう、みやっち。トゥトゥトゥリー、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 
パパパパ。お肌をきれいに。ユームさん、ムーさん、こんにちは。こんにちは、響きルームへおはようございます。釣りケイさんおはよう。久々の彼女出品。仕事休み見れるなんて最高かい。お仕事休みなんや。お疲れ。お疲れ様、瀬戸葉さん。よし。おけちいかな。オッケー。いいんじゃないこれで。ケンツーさんこんにちは。ただの魚さんラビュー。12時から5時30分起きれません。起きれません、寝れませんじゃなくて。ひなさんフォローありがとうございます。ありがとう。ティカさんラビュー。ひなさんはじめましてこんにちは。こんにちは、来てくれてありがとう。ひーちゃんのエアコンの音とうとう泣き出したのか。そう泣き出したのよ。そうね泣き出してしまいまして、はい。では次はね、あのファンデーションっていうものを塗っていきます。ティルティルを使います。ウィンクができるようになったの。私もともとウィンク得意なんです。そうだからね、ウィンクはね、響きにさせたら完璧やで。マジで完璧すぎるぐらい完璧。トゥトゥトゥン。黒猫ミントさんこんちゃす。ティルティルのね、このメイクカバーをねシュッと一空気。その音、前がヒーと直接会ってる時のドキドキに似て、ドキドキって方言良い。方言使っとった今。そういえばエアコンポンポンとで検索して、いろいろな解消法があるの。水が気になるね。もう水が流れてきたってことは結構壊れ出してるってことだから。でもさ、前ね、福岡住んでる時、福岡で一人暮らししてる時があったんだけど、その時は音なしで水がね、水漏れしてたのね。その2日1日ぐらいで治ったけんさ、まあ大丈夫かなと思ってるんやけど。そう、どうなんやかな。てってってつってて、すいませんね、メイクしておりまして。待ってめっちゃ白いじゃん。めっちゃ白なってるで。めっちゃいい匂いするんだよねこれ。真っ白になってきましたよ。姫は愛しのこの両手で守ってあげたい。ありがとう。一回しか言わないもんね。ありがち。ありがとう。おりごとう。見てほら白くなったでしょ。全然違う。サンジェイネギさんこんにちは。ゆうきさんこんちゃす。カステラスウェイよ。ツイッターやってる。今はできないよね。私ツイッターねできないんです。やってない。だからそうなの。まだ SNS が開設されてないのでね、まだできないの。ひーちゃん悲しいことに。 WABC トゥトゥルトゥ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 。マサさんこんちゃす。このねパウダーを眉毛に塗っていくよ。ちゃん
あのさ、クマを隠さなきゃさ、やばっちいよな。よし、まあ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 いいでしょう。コンチャース、コンチャース見て、このニキビが隠れない。どうしたらいい。昨日ミュヒーちゃんが12時頃までミューポンが私寝ないで起きてますよ。もうすごいな寝なきゃ体壊すよマジで。いや本当にさ、寝るのって大事だと思う。肌荒れのね、あれにもなるし、マジやばっちになるからね、気ぃつけてな。配信はほどほどに見る人もね、ほどほどにしないとね。健康に悪ちいから気をつけてな。チュッチュッチュッ、ちょっと待ってよ。チュッ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 、よいしょちなっちゃんさん、こんにちは。もっともっとポンポプリーさん、こんにちは。こんにちは、さじめまして。ST ユーティート3期研究生の浜田響と申します。すいません、こんな顔でメイクしておりますので、申し訳ございません。浜子さん、ハートありがとう、ありがとうございます。ひろゆきさん、こんちゃす、こんちゃす、こんちゃす、ちゃすちゃすちゃす。誰だこの子、誰だ。 ST ユーティート3期研究生の浜田響と申します。こんにちは、よろしくお願いしますすいません、こんなすっぴんね。あ、ウシキックスさん、こんにちは、こんにちは。あまこさん、ハートありがとう。そろそろエアコン買え頃やな。買えんけどな。エアコン買えるって大変じゃない。エアコンはね、買えたくない。チュチュチュ、買えたくないですね。まあ大丈夫でしょう。そんなやばいかな。博多弁時々混じるな。博多弁なのか長崎弁じゃなくて。長崎弁とか博多弁ほぼ一緒なんよね。もこさん、ハートありがとうございます。しゅんちゃん、こんちゃす。のらくろさん、こんちゃす。福岡でひーちゃんが好きなラーメン屋さんは、どこだろう。うん、どこが美味しかったかな。うわ、覚えてないな。名前がな、だるまだったかな。どこかちょっと忘れたんだけど、どこだっただろう。でもね、福岡は本当にラーメン屋さんがたくさんあるから、どこだろうね。どこが美味しいんだろう。私、わからん、わからん。ありすぎてね、まだまだ行きたいお店がたくさんあったんよ。からそう、でも博多駅にね、あのラーメンスタジアムっていうか、ラーメンがたくさんね、店舗があるところがあるんやけど、そこの一番奥のラーメン屋さんが一番美味しかった。そこが美味しかった覚えがあるんやな。そうそう、そんな感じかな。まあ、ラーメン屋さんはでも大抵美味しいよね、どこでも。私はラーメン自体が好きだから別にこだわりはないんだけど。そうそう、ソーリーさん、こんにちは。すみちゃん、ハートありがとう。好きになっちゃう。そう、マジマジ猫さん、好きなんじゃないのとか。トゥトゥトゥ、すみちゃん、ハートありがとう。のんたさん、ラビュー。すみちゃん、ハート、ヤコバ、ありがとうございます。ひーちゃんさん、とても可愛いですね。ありがとう、ささん。この顔で可愛いなんて言ってくれて。もう全然この顔やばいけどな。これさ、YouTube に今撮られてたらめっちゃやだわ。このメイク中のさ、顔は撮らないでと思っちゃうよね。WABC。トゥ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 。チャカチャカチャカチャ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 
フォローしてほしいな。そうそう、フォローしてください。ぜひこの顔でフォローするの嫌かもしれないんですけど、もうちょっとしたら可愛くなるのでフォローしてください。ぜひ。ひーちゃんのつむじ来た。ひーちゃんのつむじ嬉しくなかって。みこわたお出かけかい？違うよ、何もしない今日。エアコン製造はいつ頃な。何エアコン製造って。今アンピーさんが前髪うまくできなくて助けてって言ってるよ。んー、ぜひ助けたい。マジ前髪得意ですって。ぜひ助けたい。そんなの助けさせてくださいって感じ。こんにちは、デコシャンシャインさん。赤色のマントさん、こんにちは。ヒーの生活リズムで配信見てたらもう体調なんてなんとかなんだって。カイさんフォローありがとうございます。どうもでもありがとうございます。ヤッシーさんおはよう。なん昨日何ヶ月ぶりラーメン屋行った。あ、いいな、ラーメン屋さん行きたい。私も連れてってや、誰か私をラーメン屋さんへ連れてって。でも今絶賛ダイエット中だから行けないんですけどね。マジで絶賛ダイエット中なんです。まあでもなんかさ、ダイエットって鍋がいいのよ。だから今日鍋を大量に作ったんやけど、そう、明日まで食べきらなきゃいけない。大好きです。言わせないの。言わせたわけじゃないよ、猫さん。自分で言ったんじゃん。確かにマジラーメン屋ってあんまり出たことな。そうよな。え、でも私なんか一回だけね、あんまり美味しくないかもって思ってた時あったけど、なんか別にまあ美味しい、まあ普通かなと思ったりする時もあったけど、あんまりラーメン屋で外れがないと思う。アンピーさんメイクしてるね。ね、してますね。かわいい。マジでお部屋ね、結局ね片付けなくて、なんか途中まで片付けてたんだけど、まあいっかとか思っちゃって。そうだからもうちょっとしたらまた片付けなきゃいけない。片付けますひーちゃん。博多青堂やけど一風堂。待って、一風堂めっちゃうまかった。一風堂行ったけどめっちゃ美味しかったよ。一風堂美味しいね。うん、一風堂美味しいわ。普通に美味しかった。一風堂行ってください博多。え、猫さん、すけさんうどん行ってきたん。トゥン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 。リップがないな。リップ、いいリップないな。リップ一旦塗ろう。ミシェルさんおはよう。マウさんラビュー。エアコンポンポンといろいろ試されたみたいですか。で、なんだけど対策もいくつかあるみたい。いや、あるんだよね。でもね、全然ねしてない。エリサクさんラビュー。十分かわちんありがとう。マキオトさんラビュー、ラビュー。朝倉さんおはよう、こんにちは。イデマルさん、イデマルさん毎度おはようございます、こんにちは。ウルトラセブンさんラビュー。今日道がいいですね。ありがとう、ありがとう。エアコン地味あるよ。あ、マジで。でもこのエアコンさ、そんなに使われてないと思うんだけど、どうなんだろう。エアコン、まあ、引っ越してきて私はまだ4ヶ月ぐらいしか経ってないから、どうなんだろうね、このエアコンが。さあ、ほんと最近さ、やばっちいんだよね。まつげを今塗ってますので少々お待ちくださいませ。糖質ゼロ麺のラーメンにしますか。え、私糖質ゼロ麺のラーメン食べましたよ今。そう、糖質ゼロ麺の平麺が好きで、そう、平麺を食べてますよく。そうそう、糖質ゼロ麺って普通にいいよね。だってうどん食べてるのとあんま変わんないもん。でも麺、あの普通の麺の方はちょっとあんまり食べないけど、平麺の方はよく食べるね。ちょいちょい言ってる。何そこ、福岡のラーメン屋さん。花歌が昨日ひーちゃんが福島乱入したいって教えたら私もって言ってました。そうよな、乱入したいよみんなきっと。私はでも配信で見るので DMM で皆さん一緒に鑑賞しましょう。楽しみ。どんな感じかな。
もう楽しみすぎてメイクしちゃうっていう、まあそういうわけでもないんだけど、早く見たいので楽しみですね。きっとみんな可愛いぜ、マジ期待しとってください。カティ美容師免許保有者さんですか。先輩や同期さんからいろんなヘルプの依頼が来てしまいます。そうなんです、みんな前髪切ってって言ってくれます。ありがとうございます。あのぜひさせてくださいって感じなので、お願いしますとこちらからですね言いたいぐらいです。かねちさんこんにちは。この配信は1時間するの？そう、もうちょっとしたらさ、多分あの徳島が始まるから、その前には行こうかなって感じ。そうそう、あの徳島にさ今さ何ファンの方とか絶対さ待ってるじゃん。だから今の時間さ行く人とかいたら暇かなと思ってしたんだけど、今日行く人いますか？徳島三丁目さんこんにちは。もう三丁目さんって呼んでるわ。秀樹さんかな。どう、まつげ、まつげいい感じやないか。このさマスカラ思ったよりいいんだよね。めっちゃいい感じじゃない？もうまつげするだけで印象が変わる。ダイエット成功したらお仕事教えちゃおうか。そうしてそうして。博多はやわやわうどんも美味しい。やわやわうどんって何？私スケさんうどんが好きよ。博多は行ったことある？山本さん、あんちゃんフィギュアとちいかわとポケカでお部屋が大変なこと。あ、そうなの？そう、私もお部屋が今大変なことになってて、めちゃめちゃってわけじゃない、キッチンが今やばい。キッチンがね散乱してますよ今ね。やばちアイドルかって言いたくなる。だからマジで今日本当に片付けなきゃいけないので、はい、今日片付けます。しっかりして浜田って言ってください。配信しながら片付けしようかな。でも汚いのバレすぎるからやめよう。アンピーさんが前髪助けてほしい。もうぜひぜひ本当に助けに行きたいです。行けるなら本当に。でもさ結構さ前髪ってあの自分がしたい前髪とかあるじゃん。それって他人からしてもらってもねどうもならない時があるのよ。前髪ってあるよね。そう時々ね、あ前髪とかは結構得意なんですけど、ヘアアレンジとかも結構得意。美容系はねまあ普通の人よりかはまあ美容師免許持ってるのでできるかなとは思うんですけど、B さんのいる勝手に四国に入ってほしいです。私ねマイカーさんかね、あのチャートリーさんに入りたいんですよ。そうでもねあのマイあのあれだよ、あのアンピーさんからもねマイカーに入ってそうって言われました。替え玉したことは、あるよ、余裕である。替え玉はね3回ぐらいある。そうその1日に3回ね。そうだから結構食べるます。私そう見かけによらず食べるんですよ。どう思います？いいでしょう。替え玉余裕やぜ。一風堂ならローソンにある。あ、そう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 。でもやっぱ本家の方が美味しいよ、ローソン、そのコンビニとかよりは。だからぜひマジで食べてほしいな。一風堂は美味しいのでぜひ食べてください。食べてほらまつげでさ全然印象違うっしょ。お姉さん、まあ、からすけさんうどん連絡届いたんやね。え、だってさ猫さん配信でも言っとったやん、すけさんうどん行くって。ガバ広島、え、ガバラーメンとかあるってこと？キンちゃんさラビュー、さっぱりとした広島のラーメンでしたら、広島ローカルチェーン店のうどん屋さんチカラのラーメンおすすめします。お、なになにそれ、ラーメン屋さん。広島結構ラーメンたくさんあるよな。けんちゃんさん初見です。こんちゃす。初見さん本当に、こんにちは。こんにちは。絶叫箸ありますか？
え、実況配信はないかな。え、あれでしょ、公演見ながらってことでしょ。まあ、実況配信はしないかな。 DMM みんな見るでしょ、だからしないかな。トゥ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 、ニコニアさんこんにちは。広島にある豚骨ラーメン、あ、そうなん、豚骨ラーメン、豚骨ラーメンめっちゃ好きなんよな。いや、なんかやっぱりラーメンって言ったら豚骨かなって思っちゃう。ひーちゃんどう、みんな、みんなはどう、どんな感じ、みんなは何が定番だと思うの。あなた前髪切ってました。わお、マジ。かなうはね、多分明日か今日多分会うはずなので、キラキラ塗りました。チーク塗ったろ。最前に見ます、私も最前に見ます。じゃあみんなとお隣で見ましょう DMM ね。私も最前に見ます。楽しみ。なんかワクワクする。私がすごい緊張してきた。そうそう、頑張ってねーって LINE したんだけど、そうそうそう、頑張りーって言って、頑張ってほしいですね、めっちゃ頑張ってるので、きっといいものになると思っています。だからみんな楽しみにして、あの徳島公園見守ってください。のんたんさん、スキミュルルルル、福岡のおすすめラーメンならみほりんさんが紹介してた。みほりんさん、あ、紹介してましたね、見ました。浜田も、今からは渋谷だって遠すぎる。渋谷、今からは渋谷だって遠すぎる。え、どういうこと、どういうこと、渋谷、渋谷行くの。かずやさんこんにちは。すけさんうどん知ってる、知ってるか、さすが九州の子。すけさんうどんマージ美味しいよ。福岡で住んでたんですけど、あの2年間、すけさんうどんにそのバイトの人たちと、まあ、あの美容学生の時ってコールセンターしてたんですけど、バイトの人とその美容学生のその友達と一緒にあのコールセンターしてたから、本当に会社の人とその友達でよくすけさんうどんに行ってた。そうそうそう、めっちゃ美味しい、すけさんうどん。最初さ、福岡にさ、私長崎出身だから、福岡に来た時は全然知らなかったんやけど、すけさんうどんって何みたいな感じやったんけど、逆にね、すけさんうどんがね、あの近かったの、家から、コールセンターからも近くて、そうそう、見て、アイラインめっちゃ成功した、ちょっとギャルチーな。福島東大のラーメンうまかった、また食べて。え、何、徳島のラーメン、あ、徳島ラーメン言ってたな、なんかね、徳島ラーメン食べたいな。迷いまいまいさん、はじめまして。ひーちゃんラピュー、こんにちは、はじめまして。いとくんけど、いとくんけどお部屋片付け配信してるパイセンがいます。あ、そうなの。いや、ぜひね、私も配信したいんやけど、多分私は結構汚いので配信できるほどはなんじゃないんですよね。したいんですけど、まあ、リュウチも配信してるのね。え、リュウチ配信してたよ。え、もう終わった、わかんないけど。まさふみさんこんにちは。あ、みつさんラミュー、前髪やばいな私。ママフレン取って、トゥトゥトゥ、みつさんラビュー、はいよ。ワンカンさんこんにちは。いっぱい食べる君が好き、トゥルトゥルトゥルトゥ、いっぱい食べる君が好きだしょ、トゥ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 。マイカーならかなたんとか候補が渋滞ね。マイカーかチャットリーに入りたいなって思ってます。まあ、わかんないですけど、なんかまあ希望ではその2つ。いや、でもすごい今チャートリーさんが入りたいなと思ってて。まさや、こんにちは。なんかマイカーは3期生人気だね。
なんか多分そう、なんだろう、キャラ的にそうなのかな。でチャートリさんがでも一番多い気がするけどね。どうなんだろう、チャートリさんっぽい子の方、子が多いかなっていう感じな気がするんですけど、勝手なイメージ。どうなんだろうね。替え玉3回素晴らしいでしょう。そうそう、よくね食べてましたよ。そう、私のお姉ちゃん、2番目のお姉ちゃんとかめっちゃ食べるんですよ。今はそんな食べないけど、本当に前とかその替え玉の勝負してて家族でね、したらさ6杯とか食べてたの。大丈夫っていう、食べるなと思っとったわ。吉井さんかな、 YOSHI さん、フォローありがとうございます。ありがとう。メイク配信、そうメイク配信、ひーちゃんって20歳だったね。そうだよ、何歳に見えてた。20歳なんですよ、見かけによらず。見かけによるのかな。20歳なんです、私。一応見えない、もしかして。そう、見えない、見えないかな。私よくあの JK って言われるんですけど、 JK いけると思う？ JK いけるかな。 JK いけるなら JK って言いたいところなんですけど、どうですかね、無理ですかね。メンバーからは JK、 一番ひーちゃんが JK っぽいって言われるのよ。だからちょっといけるかなと思っちゃうんだけど。チュンチュンチュン、イーさんラビュー、ショールーム先輩さんラビュー、924さんこんにちは、マスクさんこんにちは。チャートリーナー何回もしてるからポーズに困らないね。どういうこと、どういうこと。トゥ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 、 SK さんラビュー、アンピーさんの3期生ユニットフル明け独自予想、いい線ついてね。そうそう、それも聞いたんですよ、アンピーさん誰が入りそうですかみたいなやつを聞いてて、私も聞きました。んー、ラーメンか替え玉3杯3玉いけちゃう。そうだよね、でも本当に最近はできなくなっちゃった。ポテンシャルに鍛え上げられます。ポテンシャル、私はポテンシャル高い方だと思います。ひろしさんこんにちは、今日は NNB のおしめのたーたー生誕祭行くので夜配信遅めでお願いします。わかりました、それか夕方にするかもしれん。エドウィンさんこんにちは、こんにちは、はじめまして、スティオティート3期研究生の浜田ひびきです、こんにちは。うーん、村橋さんこんにちは、イーさん、うん、なになに、醤油豚骨塩が好きな、豚骨塩が好きな、ピーさん配信し、あ、知ってましたよ。味噌ラーメン好きっちゃ、私も味噌ラーメン好きよ。お家でそういうインスタント食べるとき味噌ラーメンとか好きだな。あんまりラーメン屋さんで味噌を食べたことないけど、今日配信期待してたんだね。ひーちゃんと感動始めたいです。え、私もぜひしたいんですけど、なんかね、皆さんやろ、あの何 DMM 楽しんでみたいかなと思って、私は静かに見ときます。エイリューさんラビュー、ジトクさんラビュー、メタイコさんこんにちは、ヤスクニさんはじめまして、 STOT と3期研究生の浜田響です。渋谷ならスイパラか PR 舞台のお渡し会、あ、今日 PR 舞台のお話し会なんですか、お渡し会。エラーさんこんにちは、こんにちはっす、はじめまして、 STOT と3期研究生の浜田響です。スケさんは北九州の電気屋さんが始めました、あ、そうなの、営業し始めたってことか、へえ、初耳学、そうなんや、ほうほうほう。なんかいつの間にかメイクがほぼ終わってるんだが、なんかでもなんか物足りない気がする。キラキラ続けよ。鈴木まさん、こんすくすきみゃるるん、こんにちは。やんこそばさんこんにちは、みしるさんギャルって、鈴木まさんこんにちは。すけさん行ったのに柏おにぎり売り切れてた、マジ私柏おにぎり食べたことない。すけさんの柏おにぎり食べたことないんやけど、売り切れとかあるんや。どこのすけさんに行ったの、どこのすけさんに行ったの。私はね1店舗しか行ったことないんやけど、
てんてん、そろそろひーちゃんが参加するツアー発表してしゅねえ、発表させてよってね、発表したいんですけど全然まだ発表されないみたいなんで、どうなんでしょう。どうして響き出ないとかだった、やばすぎる。トゥントゥントゥン、自転車で行ける豚骨ラーメンでしたら、なんとか西区なんとかの感じが読めない、なんとかおすすめ、醤油豚骨ね。ごめんね、今電源切れちゃった今電源切れちゃった、よいしょ。いけるけど大人っぽいと思う。いけるけど大人っぽい、どういうこと、どういうこと。あ、大人っぽいか。 JK にはちょっと厳しい、こう JK の中に入ってたら厳しいかも。こうちゃんさん、こんにちは。見た目は大人、中身あげるそう、大人じゃね。 Y のポーズとチャートリーのポーズほぼ一緒。あ、そうなんや。ほうほう、ひーちゃんさん、やっほい、 TikTok 見てきた、かわちゃん、ありがとう。 TikTok 見てくれたの、嬉しみです、嬉しみの舞です。見て、この癖があるんですよ、私髪の毛にね。そう、見て見て、この私の癖のある前髪よ、やばくないこれ、おもろくない、すいませんって感じなんですけど。ひろしさん、ハートやっこありがとう、ありがとうございます、ありがとう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 、いつもは、あのちょっとなんかないかな、止める瓶がない、止める瓶や、出てこいや、出てこいやないかい、ないやん、なんでやん、なんで、なんでないん。よし、とりあえず瓶で止めてアイロンします。こんにちは何この前髪って感じだよね。こんにちは KA さん、リューチルーム終わったから来た、お、メイリ君やっほー。ひーちゃんならいちごタンと古着の、古着のガンエルシャツにタックのスラックスでコラボ。あ、私そういう格好好きよ。結構ひーちゃんもね、そういう格好することあります。大好き、そっち系の格好。私結構フリフリの服とかよりもかっこいい感じてか、ストリート、うん、ストリート、なんだろう、韓国系のファッションが好きなんだよね。大人っぽい韓国系のファッションがすごい好きだから、そういうね、古着屋とかもまあ好きですよ。なんかボーイッシュ系の服とかもいろんな系統が好きで、私は何でも着ます。でも可愛い服とかよりはそっちの方が多いかな。でもなんかスカートとかもさ着たいんだけど、そう、着れ、今着たらあれだから、そう、チュンチュンチュン、前髪がさ今癖ついててさ、ちょっとやばっちいよな。ひーちゃんも DMM で見る、うん、DMM で見るよ。ヤスクニさん、はじめまして、こんにちは、はじめまして、ステオテイト3期研究生の浜田響です、こんにちは、こんにちは。ずる、え、前髪伸びてきたわ。キミさん、こんにちは、リーチルームから飛んできました。ポラリスさん、こんにちは、久々だ、久々じゃない。猫さん、かわいい、ありがとう。すけさん、うどん岡山にできるかと、そうなの、岡山にできるん、おお、いいじゃん。スーパーわらび餅さん、フォローありがとうございます、ありがとう。可能出かける、ひーちゃん出かけません、うん、出かけないです。可能出かけるん、あ、そうなの、可能はお出かけですか。チュン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 、チュン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 、ちゃんちゃん、神戸メンバーが気になってます。誰でしょうね、神戸出るのは、楽しみにしてき、しときましょう。神戸、神戸、伊藤寺さん、こんにちは。浜田18536、ん、名前の画数。京都さん、わらわら、浦部さん、こんにちは。博士と奈々ちゃんさん、こんにちは。本通り付近でおすすめな豚骨ラーメン、俺の豚骨橋本です。何それ、聞いたことない。
ホルスさんこんにちは、縮小しとくねそれ。カズさんこんにちは、森尾さんこんにちは。ひーちゃんならボーリングシャツ似合いそう。何ボーリングシャツって。癖の強い浜田さんこと浜田響さんそうです、癖が強いです。よしくりさんこんにちは。あれひーちゃんってキャッチフレーズありましたっけ。うん、まあ一応あるんですけど、一応ね、一応持ってはいる、いますね。一応考えたので、はい、瀬戸チャレで言ったやつですかね今のところ。まあ、変える予定がなければそんな感じですよ。リーチラビュー、おいひーちゃんラビューにしとけ。ひーちゃんラビューで。とばねとりさんこんにちは。ツアーね、叶う出るけどひーちゃん出ませんと落ちある。ワンチャンワンチャンあるかもしれないよ、びっくり。そんなことあったひーちゃん泣いちゃう。トゥルトゥルトゥトゥルルトゥトゥルトゥトゥルトゥルル。どうどう、前髪まだマシになったんやない？どうかな。ひーちゃん山口やと思う。どうだろうか、どうでしょう。まだ、こんにちは MACHIOKA さんこんにちは。スクショ、シュースクショか。ひーちゃんならきっと DMM 見ながら配信実況し、実況しない。いや、したいところやけどね、したいところやけど、したいところやけど、みんな静かに見たいやん絶対。だからせんかな。キャッチフレーズは今のところないです。あ、そうなの。赤色サンタさんこんにちはっす。キャッチフレーズみんなで言いような方に違う、違うわ。3期生ひーちゃん以外みんな参加とか。さすがにひーちゃんも参加ですよ。古着屋で有名なボーリングシャツ、ワッペンとか。ああ、はいはいはい、あれかわいいよな。わかるわかる、それはよかったわ。イチローさんこんにちは、ラビュー。メイク前とメイク後どっちも魅力あります。先ほどちゃんぽんの麺の話題で間違えました。太麺、太麺です、太麺、ちゃんぽん太麺。はい、ほぼメイク完成しました。早かったでしょう、思ったより。スウェーデン金沢さんおはようございます。おはよう。ヨオーシーシーオーさんこんにちは、ラビュー。電車移動から帰宅しました。名古屋は朝から超暑い。マジか、暑い。今日天気いいよな、最高や。空の写真撮ろう。今から仕事行ってきます。行ってらっしゃいしょんちゃん。そうや、昨日のバーチャルに全国ツアーと瀬戸内研究室ツアーのこといっぱいあった。あ、そうなん、見てないんですよね。ツナマヨさんウェイよ、ミシェルさんパチパチって。着陸鍋はうまいよ、うまいけどやっぽー。ハイカラさんこんにちは、スキミアルル初めまして。着陸って言ってる、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。グリオさんラビュー。まあ、かなよりメイク早く終わったね。そう、早く終わりました。メイクどうですか、かわいい、変わるでしょメイク。やっぱり初めまして、お邪魔しますって。伊藤 P さんこんにちは、初めまして、お邪魔されます、こんにちは。ぜひフォローしていってください、ありがとう。来てくれて、職員さんこんにちは。ねむねむさんおはよう。おはよう。今日は横にパーカーあるからパーカー配信してほしいの。いや、ごめん、全然パーカー横にないんだわ。ビューティフル職員さんでイングリッシュマンさんおはよう。私はカーゴパンツ、カーゴパンツ人気やね。私もカーゴパンツ持ってるよ、また買おうかなと思ってる。のんたんかわいい、ありがとう。惚れてまうやろ、ありがとう。バーチャル内だけど109に瀬戸内ツアーの広告で言ってて、マジで。イエーイ。いっちゃんさんこんにちは。お、あと6人、ぜひ皆さん初見さんフォローしてくれると嬉しいです。嬉しいな。え、フォローしましたって。伊藤 P さんフォローありがとう、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。トゥトゥーン、どうですか今日のひーちゃんのメイク、かわいい。なんかまつげが足りんな。まつげが薄い、配信やとねもっと薄く見えるんやな。のぶひろさんラビュー、ラビュー。16歳ひーちゃん16歳に見える響き、さすがにそれはないんじゃない、さすがに16歳には見えんやろ。
可愛いです、ありがとう。ゆうゆうゆうさん、なんで声変えた？え、変えた。私、僕がフォローを外すことで試練を与えてあげて。え、やめてください、やめてください、外さないでください、外さないで、そんな悲しいことしないで、外さないで。イングリッシュバンさん、ひーちゃん気になった方は右のピンハートをピンクにしましょう、お願いします。ぜひ響きが少しでも気になったら右上のハートをピンクにしてください、お願いします。浜田響き、お願いします、よろしくお願いします。しおりさんこんにちは。16歳にしか見えない、そんなに見えない、見た目は大人、中身は子供いや、いや私結構ね中身大人なんですよ、みんなが思ってるよりも時々ね大人の時があります。なんかひーちゃんって見かけによらずなんか、あ、大人だなって思う時があるってよく言われるので、はい、多分ひーちゃんの顔もピンクにひーちゃんの顔ピンクにさせない、させない。トゥトゥーン、ひーちゃんおしとやかになったらどうなるんやろ。え、いつでもおしとやかじゃない、私違う、違うん。右側のハートピンクにしてみました。エリュウさんありがとう、エリュウさんフォローしてくれてなかったん、ありがとう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 な。ピンクにして言うから私もピンクにしちゃったわ。トゥトゥントゥン、ゆっちゃんのフード姿はね結構やった、響き。PRUKKAEW さんこんにちは、こんにちは、はじめまして、してやっていた3研究生の浜田響と申します、こんにちは、こんにちは。見た目子供なのね、見た目子供じゃないし、見た目も子供じゃないよ、大人。チャ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 、ヒーは気になりますが相手をするのに疲れて人は何色に、え、疲れないでしょおぬまるさんラビュー、こんにちは。あ、前からピンクでした、嬉しい、そうだよね、ありがとう、ありがとう。中身子供やったらびっくりします、大人です。まあ子供の部分もあるけどね、全然子供の部分の方が多いけど多少どこかに大人が入ってるよって感じ。まあ二十歳なんてね、なんか自分がなってしまえば全然子供なんだなって思う。なんか本当に自分が思ってた二十歳とは違ったんだよね。でも若い子たちと今いるからさ、まあまあ大人かなとは実感しますね、若干はい、メイク完成、完璧です。フォロー外してまたフォローしました、ありがとう。わちゃわちゃしてる響きが良きです、嬉しい、嬉しいな。ナリー軍さんこんにちは、ラビュー、まさやこんにちは。ほらさんはさっきさんの中で1番2番に内面が大人ある印象があります。おい、本当？まあ一応最年長なので、姫菜と私が最年長なので、はい、まあ大人ではあるかな一応ね。まあ子供な時もあるけどさ。ヒットグッドさんこんにちは。ひーちゃんがおしとやかになったらそれはもうひーちゃんではありません。いや、それはそうなんだよ私のいいところがなくなっちゃう。ミュポンにはこのこと内緒に、え何を内緒に。見た目は子供ではないよ、頭脳は子供なんだよ。いや本当にそう、うん、勉強に関してが子供なんですよ。はい、頭悪すぎて。ハモコさんハートやこもありがとうございます。ひーちゃんから見たカノの印象は、カノの印象、わかんない。え、カノの印象か、うん、赤ちゃん赤ちゃん、カナウは妹って感じかな。カナウは妹って感じですね。うん。そうね、前から変わってないかな。浜子さん、ありがとうございます。
福岡行きたくなってきた。行きな。福岡いいところやで。実物は立派なお嬢様でしたよ。え、私？実物は立派なお嬢様だったらしいよ、私。喋んなければね、喋んなければ女の子だと思う。女の子、女の子。柏おにぎり美味しい。すけさんのね、私柏おにぎり食べたことないんですよ。うどんしか食べたことない。疲れた人は紫か赤でー。え、紫か赤でもフォローになるやろ。中身は大人、外は子供。そう見える、そう見える、そう見えますか。うん、かわいいと、ありがとう、ありがとう。大人な感じします。あとはパフォーマンスに期待します。パフォーマンスに期待、うん、うん、頑張ります。勉強に関してはノーコメント。うん、そう、勉強に関してはね。ひーちゃんから見たみゆぽん一言。え、もうかわいい。もうみゆぽんはかわいくて、もう本当に中学生って感じ。うん、なんか本当にかわいいって、妹みたいな感じかな。か、本当に分かった。配信あったら言っとくわ。ハト飛ばす。え、ハト飛ばす。ヨネシーさん、こんにちは。マネさんから3期生はリコッチばっかりだというアンピー先輩からの情報が。え、そう、マネージャーさんがやってたの。おもろいんだけど。おとなしくしとけばアイドル。そうでしょ。そう、大阪での印象が。え、大阪での印象何よ。11時40分、11時40分です。ね、そろそろ配信ね、終わろうかな、どうしようかな。一気さんフォローありがとう。一気さんフォローありがとうございます。ぜひ皆さん、あの、初音門の方っていうか、あの、フォローしてない方、ぜひフォローしてくれたら嬉しいと思います。また響き、かなにハト飛ばすよ、いいよね。え、響きにも。スーパーサブ48さん、こんにちは。MARS さん、こんにちは。最年少3期ミューポンと2番目の最年少は、え、リアチュー、リアチューかな。きちんと内面で物事を考えるお力があるし、美容学校の卒業や働いたことなど社会経験もあるし、大人っす。そう、一応そうだね、確かに。めっちゃ仕事してたわ。めっちゃ働いてた、めっちゃ働いてたし、洋学校行ったし、確かにそうだわ、そう言われたら確かに。一応大人です。ひーちゃん大阪綺麗だったよ。ありがとう、嬉しいな、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ひーちゃんがかなう主はかなわかちゃんとハト飛ばす。かなわかちゃん、赤ちゃん、赤ちゃんっていうか妹かな。そうそうそう、3歳、4歳、4歳くらい離れた妹って感じかな。お姉さま、ひーまだまだ子供や。いや、お姉ちゃんからしたら響きはまだまだ子供ですよ。KG6033 ラビュー、こんにちは。ひーちゃんから見てノアは、ノアは大人、ノアは大人だね。うん、ノアは大人だと思う。ノアはね、あの、芯があってすごい子、うん、なんかすごい一番尊敬するかな、ノアが。うん、かなうたんは、かなうたん。そう、ノアはね、本当にね、芯があってね、いい子ですよ。なんか本当に年下ではないかなって感じかな。昨日ノアがあざといキャラではありませんって言ってたけど、どう思う？まあ、あざとい、うん、どうなんだろう。そう、あざといキャラではないと思うけどね、響きからしたら。響きはさ、ほぼ毎日さ、ノアと一緒にいることが多いからね、かわちいですよ。犬飼われてますか？犬はね、飼ってました、前。はい、もう亡くなっちゃって。ひーちゃんバラエティー班、別にそんなことはないんだけど、まあでも私喋るのが好きだから結構喋る方ではあるけど、
なんだろうね、わかんない。バラエティ班、美容班美容系が好きだから。ひーちゃんから見た子供はみゆぽんとリアチュー以外では、子供かなうとかすみんかな。でもね、でも日々から見たら結構みんなか、あのやっぱ年が下だから下には見えるけど、でもかすみんは見た目が大人っぽいからなんかそんな子供っては感じないけど、喋ったら子供クーガさん、ラビューノアピー先輩に呼びして。あれだよ、あのノアピ先輩って3期のノアです3期のノアの方です。 2.5 期さんのノアピさんじゃなくて、あの長谷川ノア3期の方なので安心してくださいノアピさんにあの呼び捨てしません。トシフィンさん、こんにちはっす。1時間過ぎた、1時間過ぎた。姫なはもう大人だよ。うん、姫なはもう大人ですよ。うん、姫なもすごい頑張り屋さんだし。そうそうそう、なんかすごいね、姫なは。なんだろう、姫なもね、なんかやっぱ大人だし、なんかなんだろう、なんかな、あのすごいストイックだなと思う。姫な、なんかすごいなと思って。アネちゃん終わった、アンピーさん終わったんですか。ミキミキさん、こんにちは。じゃあ姫名は、そうそう、姫名はね、すごくすごくあれです、ストイックで頑張り屋さんで、やっぱり大人だと感じますね。火曜日オフだー、オフだー。栄さんさん、こんにちは。ひとりごとさん、こんにちは。ニューさん、こんにちは。いちごちゃんとさっち、いちごは独特な、独特って感じ。なんかいちごにしか出せないものを持ってるかな。いちごにしか出せない雰囲気を持ってるしって感じかな。サッチーはね、完璧なんか完璧っていうか、すごい可愛さと、なんかなんだろう、元から持ってる才能を感じる、かな。サッチーはね、本当にね、そうそう、あ、3期の、そう、3期の長谷川ノアですそうです。くまちゃんさん、こんにちは。ラビュー。りょうさん、ラビュー。かずみめちゃ1位。かずみは全然だよかなたゆうなにドライバー借りて お礼にお菓子をなんとかされたらしい。警戒されて、どういうこと、どういうこと。トールさん、ラビュー。ノアピーさんにはぐいぐい言っても大丈夫で、おそらく逆襲されますノアピーさんたくさん喋ってくれますよ。アンピーさんから移動してきた、ありがとうございます。広島ありがとうございます、聞いてくれて。広島、広島ミニパセリさん、こんにちは。ひーちゃんから見てこの子はめっちゃ大人と思う子は、響がめっちゃ大人と思う子はやっぱり姫名とノアかな。もう姫名はね、まあ年もまあ一緒、まあ今21歳になったから、姫名が、姫名は、大人、本当に大人だし、ノアも18歳にしてはすごい大人だなと思うね。やっぱりさ、あのスクールとかも行ってたし、なんかちゃんとなんか経験積んできたんだなっていうのがすごいわかる。最近 2.5 期のノアちゃん、お高校で困ってます。あ、そうなの。広島南バセリさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとう。50年大人やってても心は子供、やっぱりそうだよね。多分あの年がね、こう重ねていくだけで中身はやっぱ子供だよね。なんかやっぱりでも少年少女の気持ちを忘れてはいけないと思うから、子供、大人も子供でいいと思う。たけさん、こんちゃす、こんちゃす。ひょっとさん、ほうほうって。むっちゃん、ゆっちゃんさらべ、ゆいにゃん、ゆいにゃんはね、なんだろう、いつもニコニコしてるかな。あと多分メンタルが強いと思う。メンタル強くて優しい、すごく。そうそうそう、みんないい子ばっかりですよ。頑張り屋さん、メンバーさん、みんなね、みんな頑張ってますよ。
みんな頑張り屋です。ガオさんこんにちは。昨日かノアピさん呼び捨てなの気になってますね。もうノアピさんを呼び捨てにするわけがないじゃないですか。そんな長谷川ノアの方です。長谷川ノアの方です。歌にダンスに立ち位置よく覚えられるなって感心尊敬します。いや本当にね、なんか響はアイドルになる前はさ、ダンスと歌と立ち位置とってなんかこう見てる側からしたらすごい簡単に見えるじゃん。簡単に見えてたの私も。簡単に見えてたんだけど、いざ自分がやってみると本当に難しくて、なんか本当に難しいの。だからなんかこれを普通にこなしてるのがすごいなと思って、だから本当に練習とかいろんな経験を積んでいかないとやっぱりこうやってスムーズにできないんだろうなっていうのを自分でやってみて本当に思ったことだよね。そう、簡単に見えるの本当に。でも本当に歌いながらダンスしながらって本当に完全に振りが入ってないと歌も歌えないし、逆にそう、ダンスが全部入ってないと歌に集中できないのよ。だから本当にたくさんの練習がいるなと思って、そうだからねすごいなと思った。マジでかん、ありがとうね。ほんとマッチューさん果物めっちゃくれてる、ありがとう。チョリさん時間教えてくれてありがとう。48分。みんなに言うといらないって言われる、いらないって言われたの受ける。なんで広島港バスリーさん、あ、広島港って読むんですね。すいません。南、もう漢字わからない。広島港バスリーさん。すいません。いまだに中二です。誰が誰が？ひーくん、こんちゃす、こんちゃす。こんちゃす。ノアジャラシはダンス覚えるの早い。嘘。ノアね、ダンス覚えるの早いし、早いし、なんか、すごい、習得が早い。リサ子とノアはダンスの習得がすごい早いなと思う。簡単に見、そう簡単に見えるのよ。そうけど全然簡単じゃなかった。立ち位置は見てても難しそうだと思う。そう、立ち位置すっごい難しい。やっぱり立ち位置誰か一人が間違えるだけでそっからさ、本当にあれなのね、大変だから。そう、立ち位置だけは本当に間違えちゃいけないと思う。広めで一番ダンスに目がいったのね、ノア。今ノアがね多分一番ダンスはねうまいと思います。そう、ノアはすごいもう完全アイドルダンスで表情まですごいついてるし、すごい大好きで、サッチーとかは矢吹奈子さんみたいな踊り方かな。なんかすごい力入れてないように見え、入れてないのに、なんだろう、なんかその無理やり踊ってる感がなくて、なんかなんだろう、と癖がない、もう癖がなくてすごい綺麗な踊り方なので、リサ子もやっぱバレエしてただけあってすごい手まで、手先まですごく綺麗で、そうめっちゃいいのよね。そうそう、全部が全てね、なんかリサ子は綺麗って感じもすごいと思う。翔さんおはよう。ガリオさんのイメージ、リオさん、リオさんすごい可愛い、なんか可愛くて声も声量もすごいし、なんだろう、若干ハスキーなのかな、声がすごい、声歌い方がねすごい良くて、そうそう、めっちゃね、なんかすごい笑顔もダンスの時とかニコニコしてるし、本当に可愛くて、そうイメージは優しいですね。本当に覚えるのは大変、そう覚えるの大変なんだよ。表情管理もね、そう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 、やっぱね歌とダンスが両方入ってないと表情とか作れないから、そうだから私もね、そのダンスと歌の想像をちゃんとしてからして、ちゃんとしないと表情管理もできないから、そうそう、やっぱね表情管理をこう重視するとダンスと歌がやっぱ綺麗に入ってないとね飛ぶのよ。そう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 、だから本当にずっと練習って必要だなと思う。
アイドルのやりしらきさんそうだよ、自称アイドルなのよ私一応。フォティエテのポニーテールとシシナ踊れます。踊れるのすごいね。アイドルの記憶力がすごいね。すごいと思います。もっと乃木坂の、あ、漢字が読めない、インフルエンサージェンポジ踊れるって聞いてみる。え、そうなの、すごっ、すごいね。え、マッツンさん、タコさんありがとう、タコさんありがとう、タコタコありがとう。ショウさん間違えたら目立つ、そう間違えたらすごい目立つからね。そう、立ち位置とか間違えたら目立つし、その間違えたらメンバーに迷惑かけるから、立ち位置は本当に一番大事だかなと思う。本当にもう立ち位置だけは本当に覚えなきゃやばい。ひろしさんこんにちは、こんにちは。アイリスさんこんにちは。同棲は死ぬ守れって年齢ピンの先生が言ってた。うん、本当にそうだよ、マジでそうだと思う。じゃあひーちゃん、ひーちゃん自分を分析するのは難しいねな。響き、でも、うん、響きはもう全然ダメです。響きは全然ダメですよ。ひーちゃんはね、わかんない。ひーちゃん立ち位置覚えないと怪我する、そう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 、怪我するし、みんなに迷惑かけちゃうからね。たけちゃんさんこんにちは、こんにちは。ヒーのダンスがどう進化するか楽しみですね。頑張ってしたいです。ルートゥーさんはイノシシのイメージ、どういうことどういうこと。 2.5 期さん歌うまいですね。そう、 2.5 期さん歌もうまいしダンスも完璧です、マジで。じゃあ、アズミンさんとクルクルさんは、アズミンさんは、本当に、アズミンさん、髪まで踊ってるの。髪まで踊ってるし、本当に手先も綺麗だし、なんだろう、一つ一つ細かくて、そう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 。で、歌も、すごい通る感じ、すごく綺麗な音色がこうなってて、なんか、アズミンさんの踊り方はね、本当に髪まで使う感じかな。そこに注目してください皆さん。でくるくるさんは、くるくるさんも癖がなくて、踊り方に、踊り方に癖がないし、すごい細かいところも、このなんだろう、少しの動きとかがあるじゃん、なんかドンってする時とか、なんだろう、感情が入ってる、感情入ってるっていうか、少しの 手振りだけのとことかでも、こう体のなんかドンって入れたりとか、なんかなんだろう、少しのこんな感じわかるかな、なんか、なんだろう、何でもかな、何かにすごい癖がないんだけど、なんかこのなんだ、自分の踊り方があるって感じかな。なんかすごくね、くるくるさんの踊り方もすごい好きなの。そうそう、癖がないのにすごくこう止めるところは止めるとか、なんかメリハリがある踊り方ですごく好きです。そう、歌もなんか声が結構独特だと思うのね、くるくるさんは。ですごいなんかそのボイスに癒されるかなって感じ。そうそう、 2.5 期さん、3期生さん見てると1年後の ST が楽しみです。本格的歌とダンスでお客さん呼べる存在になりそう。そう、そんな存在になりたくて、そうそうそう、私たちあの研究生はみんなね、完璧のアカペラなので、そうそう、歌もダンスもできるようになりたいですね。別のレーン行ったことは覚えなくてよい。え？えって、立ち位置間違えてぶつかると危ない。そうそうそう、危ないし、危ないし、やっぱり立ち位置が、そう、誰かが一人間違ってるとダンスが変わったり、ダンスが飛んじゃったりとか、なんかやっぱりそういうのでアクシデントが起こりやすいから、立ち位置は絶対に大事。ひーちゃん目があったらニコッとしてくれて、ひーちゃん目があったらニコッとしますよ。そう、手も入ってあげる。ほうほうって、そうそう、嬉しいだけって。髪まで踊ってるよ、最大の褒め言葉。そう、あずみさんすごい髪まで。天狗4人とも苦しい1年間できてるね。本当になんか頑張りがすごく伝わってきてて、本当にすごい。あずみさん、あずみさんって言ってない、あずみさん会話で踊ってるいい表現で、そう、本当にそうだと思う。どのグループも誰かの代わりに出演するときは当日に振り入りするときもあるそうですね。あ、そうなの。私さすがに当日に
振り入れして踊れる自信はあんまりないけど、私はどうだろう、小さい後が怖いな。どういうこと、どういうこと。リアチューひーちゃんと同い年。え、リアチューひーちゃんと同い年じゃないし。みんみんさんこんにちは。振り付けで目が回っちゃった。振り付けで目が回っちゃった。困った時の 2.5 期さんらしい。知らんけど。あ、そうなの。でも本当にね、たくさんね 2.5 期さんに教えていただいて学ぶことがたくさんだなと思う。髪が、ん？靴が飛ぶとかベルトが切れるとかアクシデントみたい。絶対アクシデントありたくないよ。ひーちゃんがダンスを見習わない先輩いる。どういうこと、どういうこと。見習いたい先輩。え、わかんない。見習いたい先輩。え、でもやっぱ 2.5 期生さんの踊り方がね、やっぱ一緒に練習してるからこそやっぱりうまさがすごくて、なんだろう、ほんと全員のところどころをこう盗みたいかな。そうそうそう、皆さんは本当にそれぞれダンスのいいところとか歌のいいところとかがあるから、本当にみんなを参考にしたいですねと思ってる。響きを AKB48 劇場で靴飛んできたことある。そうなの。やばいね。3年後5年後に東のハロプロ西の STU として魅力あるダンスと生歌でお客さん呼べる存在になりたい。なりたい。ぜひそのね、研究生でもその STU を知っていただけるような感じに今なりたいねってみんなでこの間話してたから、なりたいです。ひーちゃんが先輩になった時後輩に指導できるのかな、わかんない。今のままじゃ指導できる、できないから、そう頑張んなきゃなと思います。だから、まあ、いつ4期生わかんないけど入ってくるかもうわかんないから、いつ入ってきてもいいように先輩みたいにできるように、あのたくさんね練習してね、行きたいと思います。リットさんラビューラビュー。キャロットさん1分。あ、もう12時になった。そうそう、やめなきゃ。スー君、スキミュンルルン、アイドルに限らず陰で努力している人は年齢関係なく尊敬します。うん、本当にね、なんかやっぱり努力するほどね、うん、いいことはないと思います。スノースノーさんこんにちは。あと2人で1300人だって。ぜひ皆さんフォローしてくれると嬉しいです。ゆるだなふさんラビュー、ひーちゃんラビューと、おはようございます。はじめまして、 STU48 3期研究生の浜田響きです。こんにちは。あべべぽきさんこんちゃんす、こんちゃんす、こんちゃんす。みなさん初音の方多いです。こんにちは、来てくれてありがとう、ありがとうございます。ぜひあのよろしければ皆さんフォローしてください。イルダーナイフナフさんフォローありがとう、フォローありがとうございます、ありがとう、フォローしてください。イチローさんラビュー。ギャルなのに早起きだね。ギャルじゃないし早起き、そうそう、ちょっとね早く起きるのをねあれしてますよ。強制フォローだ、お願いします。ぜひあのフォロー気になったらフォローしてくれたら嬉しいなと思います。はい、3期の永遠の妹、最年少2人ね、ミューポンとねリア中ですね、本当に。いやー皆さん本当に来てくれてありがとうございます。ぜひよろしければ初見さんも、ぜひ2回目来た方もフォローしてくれると嬉しいなと思っておりますので、来てあのフォローしてください。ぜひラビュールーム今日もワク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 。浜田さんは本当に経験を積むほどトークも歌もダンスも指導も相談もできる素晴らしい存在です。嬉しい、そんな言ってくれて、祝しちゃおう。嬉しい。ぜひあのそんな存在にねなれるように頑張りたいと思います。全然さ今経験を積めてないから、本当にいい、なんだろうそんなにいいトークができるわけじゃないからね、
トロサーモンさんが言ってたように経験積んでいろんなことを経験してヒビキがねお伝えできたらね嬉しいなと思います。ダンスもね歌もねうまくなるように頑張ります。ありがとう。流しそうめんまだやられたことないです。流しそうめんしたことあるよ。瀬戸市研究生ツアーでも申し込んで当選しらひーちゃんのパフォーマンス見るけどね。え、絶対見てね、見てください。ぜひ頑張るから。ひーちゃんみゆぽん STU の永遠の妹ね。え、もう本当にみゆぽんが愛いからね。翔太郎さんこんにちは、フォローありがとうございます。ありがとうありがとう。巨人好きみゅるるんこんにちは。配信見れてよかった。こちらこそ公演前にすごい盛り上がってくれてさすがでした。イエーイ本当にね、あの楽しみにしててください。徳島公演ねすごく多分ねいい公演になると思うので、みんなね本当に頑張って練習してたのでもう楽しみにしててください。マジでこれから楽しみね、楽しみ。早くね私も DMM を最善で見ますので、みんなも一緒に最善で見ような。直吉さんこんにちは、はじめまして。来てくれてひーに相談は怖いよ。え、怖くないよ怖くないよ。ウルトラマン好きですか？ウルトラマンはね何回か見たことあります先輩たちのいいところを取り入れて頑張ればいい。ひーちゃんはありがとう。そう、たくさんねはい、取り入れたいと思います。可能配信してるんや今。あまりりさんこんにちは、はじめまして。 STO48 さん研究生の浜田ゆびきです。こんにちは。カオナスさんラビュー、こんにちはこんにちはこんにちはココフールさん、ココフールさんフォローありがとう、ありがとうございます。そういえばテトチャレでの TKG どうだった？美味しかったよ TKG、ね、最高でした。初めて食べた味。テリーさんこんにちはこんにちは。二十歳になってはミューポンは変わらなそう。いや変わらなそう、あのままね可愛いままでしょ多分。何ですかメロンパンのその感じが読めません。春菊かな、それ春菊。配信終わったら ATC 向こう。 ATC ってなんな。広島余裕だけど山口なら行ってもいいよ。あー山口ね、どうでしょうか。これ絶対猫さん、ほーら小豆島絶対猫さんだと思った。絶対猫さんだと合ってた。大阪でミューポンに浴衣ミューポン可愛いですかって言われたの。いいじゃん、ゴリオパワーです。リオちゃんさん、お、フォロワーが1300人いきました。ありがとうありがとうありがとうございます。水軍のスピリットさんフォローしてくれてありがとうありがとう。浜子さんハートありがとう。トウモロコシ、あ、トウモロコシ好きやで。セイサペクにありがとうございます。イエーイ、ぜひ皆さんフォローしてください。え、マジ7月の終わりには1500人行きたいので、行きたいからぜひ気になったらフォローしてくれると嬉しいなと思います。来てくれてありがとう。浜子さんあとありがとう。ひっちゃん元気 JK 本当 JK いける。春菊キャロットさん、浜子さんあとありがとうございます。バシバシありがとう。瀬戸の誠司さん初見です、違いますクグさんありがとう。取り飛ばしてきます。いい響きには、とうとうありがとう。ひとりごとさんフォローありがとう、ありがとうありがとう。瀬戸の誠司さんとうとうありがとう。メロンパンさんあとありがとう。小栗ゆうたろうさん、ゆうたろうさんかな、フォローありがとうございます。ありがとう、嬉しい嬉しい、ひーちゃん嬉しい、やばいテンション上がるメロンパンさんたくさんハートありがとうございます。ありがとう。鈴鹿さんラビュー、ありがとうございます。嬉しい嬉しいよ、嬉しい、ありがとう。みんな嬉しいです。ひーちゃん幸せです。ハート100受け取ってて、ありがとうございます。メロンパンさんありがとう。夜配信で1500人達成よ、予言それはちょっと難しそうだなおしむらさんフォローありがとうございます。ありがとうありがとう、みんなフォローしてくれて。マリケンニガさんハートありがとう。瀬戸内ツアーに関する通知が一気に来た。え、そうなの。本当 STU これからすっごい楽しみです。楽しみにしてください。ぜひね、3期研究生を盛り上げたいと思うので、ぜひ絶対に
制服か、コス制服着ても同期の中で、わかんない。でもわかんないよ。多分私いけると思う。いけ。パロプープンテさん、こんにちは。カナダの配信抜け出して見に来ました。関さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。今カナダ配信してるん、してるん、してるん。てかさ、何時からやったっけ。待ってな。おいよ、よいしょ。配信は、配信何時から。トゥ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 ン、配信何時からやったっけな。なあなあ、16、18の間でメンバーに混じって制服を制服、制服着たいな、私も。カズさん、こんにちは。ん ?12 時から。え、12時。あれ、あれは、あれあれ、ライブは何時からだっけ。ライブ、ライブ、ライブ何時から。今日そう、 DMM で見ないといけないのでね。トゥトゥトゥン、そう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 、そうなんですよ。トゥ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 ン、12時。みんな何時から見るんだ。12時。カズさん、こんにちは。43分、10時43分やってるね。ひーちゃん、ひーちゃんめちゃくちゃ可愛いですね。好きです。ありがとう、関さん、ありがとう。嬉しい、祝福しよう。嬉しい、ありがとう。 MOKUM もこもこさん、かきくかきく、もくもくさん、もくもくさん、フォロー、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。めたいこさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。皆さん、お子様ランチさん、ラビュー。 SANHAN さん、フォローありがとうございます。フォローありがとう、ありがとう、ありがとう。嬉しいの舞です。真剣ソリセブンさん、こんにちは。昨日も来てくれた、ありがとう。しこしょしたらまたひーちゃんのところに遊びに来ないといけないですやん。まあ来ますけど、嬉しい。来てください、ぜひ。来てください。ミューヒビで3期の中で、なになに。今日は 2.5 期さん、3期生さんにとって大切な初日ですもんね。初日おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ、多分ね、今初日のメンバーはね、緊張して楽しい。今多分楽しいのかな。楽しい。そう、ワクワクしてると思うので、皆さん徳島に行ってる方はね、ぜひ楽しんでください。ひーちゃん今日かわいいな、ありがとう。ミューヒビをします。嬉しい。ミューヒビをしてください。よくね、ミューポンとの写真を結構メールにあげたりするので、ぜひメールも撮ってくれたら嬉しいです。ミンミンハウスさん、はじめまして。 STOT と3期研究生の天田響です。こんにちは、ありがとうございます。皆さん本当に配信来てくれて。マサルンさん、こんにちは、こんにちは。すっぴんからメイク配信してた。そう、すっぴんからメイク配信してて、もうメイク終わっちゃった。そうなの。年少年長、そう、年少年長です。そう、ニューポンはね、もう妹みたいなものですから。嬉しい、嬉しい、ありがとう。本当にありがとうございます。頑張ってくださいって、ミンミハンさん、ありがとう。頑張ります、ありがとう。ぜひよろしければフォローしてってね。あー、嬉しいな。何時にやめよう。 DMM はさ、何時から見れるんだ。ちょっと待って、飲み物持ってきてもいい。響きのすっぴん見たかった。響きのすっぴん、響きのすっぴんはね、 YouTube に配信されてんじゃない。アキノさん、フォローありがとうございます。ありがとう、フォローしてくれて。ナチュラルメイク、そう、ナチュラルメイクに見える。いい感じですか。ちょっと飲み物取ってきますので、ちょっとお待ちください。おいしょ。
ャリーン。よいしょ。よいしょ、しゃんしゃんしゃん。あ、瀬戸の選手さん、袋ありがとう。袋かわかんないけど、これ。じゃんじゃん。吉田さん、こんにちは。ゆうゆうさん、星様ありがとう。ギャルメイクに見えん。ギャルメイクじゃないもん。SHINSR さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。キレートレモン、キレートレモン。キレートレモンは飲まないよ。キレートレモン、お家あるけどね、飲まない。私は今から豆乳、抹茶の豆乳飲みます。お帰り、ただいま。すっぴんでも可愛い響き、ありがとう。早っ。リリーちゃん見えた。そう、リリーちゃんいるよ。ゆいちさん、こんにちは。え、おいしい。これめっちゃおいしい。豆乳さ、私飲めるか分かんなかったけど、分かったんだけど、これおいしいんだよね。ハマりそう、これ。夜配信はメイク落としで、メイク落としの配信しないよ。ココスさん、ラビュー、ラビュー、ラビュー。スヌーピーかと思ったらキャップかぶってる、キャップかぶってるよ。三配信ありがとう、お先にって。お、猫さん帰るの？ありがとう。ジージリモンさん。ジージリモンさん。フォローありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。豆乳抹茶どっちも飲めません。え、美味しいよ、これ、豆乳抹茶。うまい。え、この間飲んだ時よりも美味しく感じる。美味しい。豆乳私結構飲めるかもしんない。メイク落とし配信見てみたい？メイク落とし配信か、絶対しないな。メイク配信、メイク落とし配信。すっぴんでさ、こうメイク始めるよりなんか嫌だね。いつも笑顔でいいなって、ありがとう。ひーちゃん、笑顔です。嬉しい嬉しい。バナナ味とか、ココア味の豆乳も美味しい。ね、私バナナ味はね、よく凍らかして、アイスにして食べてます。そう。あのね、この豆乳のやつって、凍らかしてアイスとして食べるとすっごい美味しいよ。バナナが特に美味しいので、食べてみ、マジうまいから。そうそう。 RUKAS さん、こんにちは、スラビューラビュー。同じ座右ん、なんとかの豆乳買おうと。買いな買いな、この抹茶の豆乳買いな、美味しいから。え、抹茶ラテとかよりこっちの方が美味しいかも。うん、え、美味しい。え、美味しいな。君美味しいな。え、びっくりしたよ、響き。美味しい。夜絶対来なきゃ。絶対来てな。アイスルするのやってみ、え、やってみな。マジバナナの豆乳を凍らかして食べてみな。本当に美味しい。高校の時毎日してた。この間もね、して美味しかった。本当に久々食べたら。美味しいのよ。だから、しかもカロリーも普通のアイスとかよりも全然いいから、食べてみな、マジで。食べて食べて。メイク配信見て、メイク落とし配信。一日。いいじゃん。やばいね。斬新。いや、いいけど、やだわ。うん、マスカラ真っ黒になっちゃうもん。凍らかす。うん、めっちゃね、うまいからしてみ。銘柄買ってみな、美味しいから。君かわいいね。かわいい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、初見さん多い、こんにちは。ぜひフォローしてください、皆さん。よければ、ちょけよければフォローしてくれると嬉しいな、ひーちゃん。嬉しいなと思います。うん、美味しい。え、これ毎日飲みたいぐらいあるわ。美味しいです。美味しいでございます。めっちゃ凍らかせるって、え、どういうこと。言い方が凍らかすうん、どういうこと。凍らせたらゼロカロリー。そうだよ、そう。
アイス、普通のアイス食べるよりかは絶対にこれを凍らかした方が絶対美味しい。標準語で凍らせるってくださいじゃ。スティーブンマン何気ない方面はいつも素晴らしいですな。本当？もう方面がどれかも分かんないもん。トミタンさんフォローありがとうございます。フォローありがとう、ありがとう。メイクで1日のメイク配信、メイク落とし配信はまだないので、1人目メイク落とし配信。アージルうまいか飲んでみて。アージル美味しくなさそう。どうだろう。方便好き、方便かわいい、ありがとう。凍らせるに慣れてたから方便好き、ありがとう。私なんて言ったっけ、凍らかせる。いや、分からん。これ方便なん、分からんな。何ストラスとかの方が多いかも。 STU メンバーが自然体で話してる時の方便はみんなの宝物ですわ。本当に多分普通に喋ってたら方便が出るんやけど、だからちょっとこう気にして喋ってると方便出ない。方言じゃなくて方言か。フォロー増えると思いますよ、斬新なことすると。マジで？でも可愛くない顔をさらしちゃうじゃん。だってさ、 YouTube に結構上げられるじゃんこの配信って。だからさ、それが一生残ると思うとさ、ちょっと恥ずかしくて。鈴木一郎さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。ワンくんさんこんにちは、こんちゃーす、こんちゃーす、こんちゃーす、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 ちゃーす。どうしようかな。トゥルトゥルトゥトゥルトゥル。マイニーさんフォローしてくれてありがとう、ありがとう。メイク落とし配信ね、1500人いくよ。ほんとかよ。おやすみディーヤンスさん、ラビュー、こんにちは。マイニーさんこんちゃす。アイドルしかできないことですよ、一つの思いとして。アイドルがさ、普通さメイク落とし配信とかする？もうさらけ出してるやん。ひーちゃんの方便かわいい、ありがとう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 。ともっちさん、ひーちゃんラビューありがとう、ともっちありがとう。ぜひ皆さんね、初見の方はフォロー待ってるので、フォローしてくれたら嬉しいです。こんにちぴー、こんにちぴー。斬新、斬新。方便配信がいいな。方便配信は難しいよ結構。方便配信ってさ、なんか別に使いたくて使ってるわけじゃないからさ、わかんないわ。タコわさびさんフォローありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ひーちゃんが卒業してもひーちゃんっていうメンバーを受け継ぎますよ。どういうことひーちゃん。いやマジで本当にたくさんの方に響きを知っていただけるようになりたいなとめっちゃ思ってます。ドラさんさんこんにちは、こんにちは。ブンブンさんこんにちは。地元の人間と話すと出るよね。そう、出ると思う。まとめ紙をほどく配信は見たことあるよ。まとめ紙をほどく配信、私多分まとめ紙をほどく配信したらもうこうなるよ。まあやばんばいになっちゃう。ゆいにゃんもメイク落とし配信してって言われた時はいつもすっぴん。確かにゆいにゃんほぼすっぴんやわ。今日ののど自慢長崎で、そうなの？のど自慢ようやっとるよな。そう、ようやっとると思いますよ。成績が悪いのがそんなに気に入らないですか？今のバスのトゥル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 、肌きれい。綺麗だからすっぴんに見えない。
いや肌綺麗じゃないよ、肌綺麗じゃないからすっぴんとかちょっと全然。ヤマメメイク配信見たい。いや見せない見せない、絶対見せんよそれはもう響きじゃないって言われて配信切られちゃうよ、うん、ねえ。そうそうそう、うわ、あとええあれだっけ、徳島公演1時からやっけ、1時からって言っとったよな、1時からでしょ。いやな、40分ぐらいになったら切ろうかな。それならひーちゃんのことメンバーとして刻むなら何か残しましょう。ええー、化粧落とし配信って言ってもおば、お化粧、お化粧濃くないから大丈夫です。でもね、お化粧濃くなくてもね、あれなのよ、そのこのまつげ、まつげ落とすときにもうここが黒くなっちゃうからさ、はずいんだよ結構。そうそうそう、そうなんですよ、だからねって感じだよね。こんにちは、イエーイ。55分まで配信よろちく。なんでなんで55分までだってもうさ、あれでしょ多分 DMM さ、40分ちょっと過ぎぐらいから始まんない、多分分かんないけど、みんなゆっくり見たいかなと思ってそう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 、だからね、ヒュー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 トゥ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 、59分59秒までがいいマジ？ほんと？ほんとに言ってるそれ。ニャーピーさん、こんちゃすこんちゃす。卒業してもひーちゃんっていうメンバーいたなってずっとファンの中に残りますよ。それ嬉しいよなそれマジで残ってほしいなと思います。ファンの方絶対私が辞めても忘れないでね。化粧をお化けと呼ぼうと、お化けと呼ぼうとしたんでしょ、間違えました、お化けに見えました。そう、配信なんて長ければ長いほどいい。そうなの、見飽きない、みんな化粧お化けと呼ぼうとしてびきバリちゃった、ごめんね、バリちゃった。マジで好きです、ギャルだしギャルが好きな。じゃあなんか歌おうかな、なんか歌いたいと思います。なんか歌うね、これ見ながら配信、それはしないけどそれはしないけど、何の歌歌おっかな、うーん、うん、何歌おう、何歌おうかな、うーん、何歌おうかな、うん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 、うわ迷う迷う、うん、何歌おっかなマジで、どうしようどうしよう、フライングと僕がいた、トゥル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 、うーん、まゆ野菜、おーおーおーシスター、イエイエイ、夕日を見ているか、あー夕日を見てるかな、どうしようかな、うーん、どうしようどうしよう、何歌おう、羽生さんラビュー、こんにちは、得意なペダル、ペダルは歌わんな、へえ、こんにちは、
馬当たりやと瀬戸先生やったーってありがとう歌きたそう歌をね歌いたいんやけど何歌おうかへえ、何歌おう I, I, エクセントに変わるものでいい どうしようどうしようどうしよう制服のマネキンってどんな感じだったっけさあさあせえ、どうしよっかなと思ってたフェリーハート型ウイルス声と映像ずれてるマジ大丈夫ただいまカゴメからシーモハラブトリップどうしよう。おった？治りましたか？マネキンさ、どんな感じから始まるっけ？ちょっと待ってよ。歌うけど、ちょっと待って。どんな音が好き？くっついてる半分だけどイエスかノーか。ちょっとじゃあ制服のマネキンをちょっと歌ってみて、ちょっと無理そうだったら途中で違う位置に変えるので、はい、ちょっとお手柔らかにお願いします。初めて歌う。一番まででしたが、ありがとうございます。ありがとう言うと送ってくれてありがとう。よかった。これでも難しいね。ちょっと難しいね。じゃあ他の歌歌います。ありがとう完璧。ありがとうありがとうございます。ありがとうありがとう、ありがとうございます。ありがとうありがとう。なんか他あるかな？何かある？ガールズル彼を好きになって他あるかな？
今日はのど自慢行きでひーちゃん歌ってきますか、歌ってこようかな、ありがとうみんな。え、他なんかちょっと待ってね。なんかあるかな、ちょっと待ってよ。え、このさ、君の名は希望、君の名は希望をちょっと歌ってみようかな。今はもうメイク終わったのか。うん、終わった、終わっちゃった。そう、待ってよ、ちょっと待ってよ、歌います。君の名は希望をちょっと練習程度で歌ってみたいと思います。誰かわかんないけど、どんな感じだっけ、待ってよ。初めて意識したのは去年の、歌ってみます。わかんないけど、ちょっと難しいけどね、歌わせていただきます。出るかな、初めて歌う、音程わかんないとかありますが了承ください。僕が難しい、ちょっとすいません全然歌えんかった、これ難しい、ごめんね、全然歌えなかったので、違う、歌にしますこれちょっと難しい。全然歌えんかったな。 HKT さんの歌歌おうかな。 HKT さん、HKT さんの歌を歌います。では聞いてください。では次、なんかちょっとたくさん歌ってからね、はい、
たくさん歌おうかな。じゃあ大好きな人とか歌ってみる？大好きな人を歌ってみたいと思います。都市伝説信じる方ですか？はい、信じる方です。バッテリーが 20% になりました。この間さ、あの夏ひまわり違う、あの違うな、夏のひまわり違うな、は夏の花はひまわりだけじゃないか、あれめっちゃさ練習してんのよ。今頑張って思い出せる恋を、思い出せる恋を。ありがとう、パチパチ。ありがとう、ありがとう。どうしようかな。それそれ？どれどれ？そう。夏の花、ひまわりだけじゃないよ。今めっちゃ練習してるのね。そう、完璧に歌いたくて。そう。もう一回歌おうかな。練習させてくれる？夏の花。僕らのユリか。僕らのユリイカね、難しいわね、あれ結構めっちゃ好き。思い出してよかった、思い出してよかった。
思い出せて。どれ、夏の花、違うね、夏の花はひまわりだけじゃないよ。ちょっと練習しようと思います。いぶき、夏の花、練習しますので聞いてください。
ね、全然今日ね、うまく歌えなかったんですけど、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとう、みんな聞いてくれて嬉しいです。嬉しい、最高じゃん、ありがとう。いいとこ、いいとこをね、そろそろ開演10分前だよ。お、開演10分前なので、そろそろやめようかなと思います。本当にね、ありがとうございました。ではでは、そろそろ徳島公演が始まるということで、泣ける歌声ありがとう、最高って、ありがとう、ギフトたくさんみんな送ってくれてありがとうございました、ありがとうございました。はい、今度また練習するのでよろしくお願いします。今日は練習経過をね、たくさん見せていきたいと思います。では12時50分になったので、はい、皆さんそろそろ徳島公演が始まりますよ。皆さん DMM で最前夜なってますか？ライブ行ってる方はもう着席してるぐらいなのかな。はいよって。DMM は私も最前で見たいと思いますので、皆さん楽しみに、あの徳島公演楽しんでください。いや、今日からね、初日なので、みんなウェイヨーって、ウェイヨーって叫んだれ。えー、なんだってって。皆さんマジでウェイヨー頑張れってみんなかけようよ。たくさんみんな言ってあげてくださいね。あの DMM でも叫んでください。わかりましたか？響きも一人であのコールします。最初に奥さんがいます。影穴お願いします。影穴。はい、皆さんね、そろそろ徳島公演が始まりますのでよろしくお願いします。楽しんでね。お昼公演行く人、最前で DMM を見る人は絶対見てください。楽しみ。ではね、そろそろあの壇上呼んでいきたいと思います。では13位から、では13位トールさん、12位アイリスさん、11位ウニさん、10位フラペチーノさん、9位猫さん、8位サトさん、7位ザッキー、6位ヒカルさん、5位ヒロシさん、4位マリケン銀河さん、3位ハマコさん、2位マッツさん、1位はじゃーん、ツナマヨさんです。ツナマヨさんです、ありがとうございました。皆さんね、2時間ぐらい配信したんですけど、皆さん来てくれてありがとうございました。楽しかったです。ではでは、多分夜もちょっとだけなんですけど配信すると思うので、できれば来てください。皆さんよろしければフォローしてない方はフォローして行ってくれると嬉しいなと思います。では徳島公演、本当に楽しんでください。みんな多分緊張してると思うので、温かく見守ってあげてください。では一緒に徳島公演最前で見ような。メイク&カラオケ配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ランディーオートンさん、ありがとう、来てくれて。開演2時なの？うん、嘘、1時じゃなくて。ではでは、とりあえずね、 DMM で一緒に見ましょうね。ではありがとうございました。では徳島公演楽しみましょう。ではじゃあまたね、あとで、夜ね、バイバーイ、ありがとうございました、バイバイ、楽しみましょう、バイバーイ、また来てね。